上の辺ですね、6% していきます。上の方ですね、6本の接続していきます。まず実電ですね、真ん中、大きくこうねじれた状態ですね。で、左の方はですね、少しこう小さい、形の崩れた状態の、タンになってます。実は左右でですね、歯茎の高さの差などもね、ありますので、まあ、そのあたりも含めてですね、しっかり形、歯茎のライン歯の形を整えて、ちょっと前に出てる方をね、内側に入れる形で、仕上げていきたいと思います。上の方ですね、仮の歯を取りします。はい、上の方ですね、6本ですね、仮の方を装着します。実演のですね、大きく前に傾いてた、重なってた2本ですね、きれいに整えて、そうですね、左右ですね、この歯茎のライン、高さの差がありますので、その部分の修正をさせていただいて、この歯のラインですね、歯の歯並びのラインだけじゃなくて、上の歯茎のラインも整えてですね、しっかりきれいな歯並びを作っていきます。噛んでください。最終セラミックですね、より自然な仕上がりにしていきたいと思います。